まして松橋幸三監督よりご挨拶をさせていただきます。人の風がもろシーズン、てっぺんを目指すと皆さんにお話をさせていただきましたが、残念なことに今の現状は我が国を走っているような状態になってしまっています。どんな時も我々はサポートしてくださる皆さんと、その皆さんに本当に笑顔になってほしい、勝利を届けたい、その思いで続けておきますが、残念ながらそこに至ってない。それも全て私の力の至らなさ、そう感じております。本当に申し訳ありません。ただ僕自身、選手もそうですが、誰も下を見ていません。あともう一つの大事な試合を精一杯、我々らしく自分たちのできることに精一杯目を向けて、必ず勝ち点3を取って、必ず J1 ジャンルというものを成し遂げたいというふうに思っております。そのためにも先ほど申し上げていただきましたが、皆さんのこの同様の熱い声援、ご支援が必要となってきます。お願いします。もう1試合我々に力を貸してください。まずはじめに
3番トーマス・レー選手お願いします。メディカルスタッフの方々にとてもお世話になりました。ありがとうございます。
サッカーがどんどん、サッカー上手くなれるようにまた頑張っていきたいと思います。しっかりと仕組みで頑張ります。ありがとうございました。Thank you.
監修でした。トーマステン選手、鈴木選手、島田選手、ありがとうございました。今後のご活躍をお祈りいたします。サポーターの皆さん、会社員追放戦をありがとうございました。今シーズン残り1試合、チームは勝利のために全力で戦います。最後まで熱い応援をよろしくお願いします。そして来シーズンのこのリーグスターをたくさんのサポーターで埋め尽くし、選手たちへ熱いサポートを引き続きお願いいたします。この後、選手スタッフが感謝の気持ちを込めて頂戴を